本校千代田区の町名では、東京都千代田区に存在する、または過去に存在した町名を一覧化するとともに、明治時代初期以来の区内の町名の変遷について説明する。東京都千代田区は、昭和22年3月15日、当時の東京都麹町区と神田区が合併して、成立した。以下、明治時代初期から、 千代田区成立までの行政区画の変遷について略述する。江戸が東京と解消されたのは慶応4年のことである。同年7月17日、江戸を称して東京と試すの証書が発せられ、東京府が設置された。以後、明治22年に東京市が発足するまでの過渡期には、東京府の行政区画は目まぐるしく変遷し、番組制へ、 大区小区制、十五六軍政等と呼ばれる制度が相次いで実施された。明治2年2月、東京府では、町地と豪村部との境界線を定める守備機が行われた。これは、皇居を中心とした市街地を守備機内とし、その外側を豪村とするもので、守備機内を50の区画に分けて、50番組が設定された。これとともに、 江戸時代から続いていた名主制度が廃止された。同年5月、周囲の合村部にも5つの組が設定され、これを地方5番組と称した。後に、千代田区となる区域は、このうち守備機内の23番組、31番組から36番組及び38番組に属した。明治4年6月には守備機が見直されて、守備機内は44区。 守備機外は25区に区分された。明治4年7月には、廃藩地検が実施された。これに伴い、同年11月、従来の東京府、品川県、小菅県が廃止され、新たな東京府が設置された。同時に、守備機が廃止されて、府内は6大区、97小区に分けられた。明治7年3月、区割は、再度見直され、守備機が復活。 守備機内外に11大区、103小区が設置された。後に、千代田区となる区域は、このうち守備機内の第1大区第1から4、11、12、小区、第2大区第1小区、第3大区1から4、9小区、第4大区1、2から5小区、第5大区、第2から4小区に属していた。その後、軍区町村編成法の施行に伴い、 大区小区制は廃止され、明治11年11月2日、東京府下に十五区六郡が置かれた。千代田区の前身にあたる麹町区と神田区はこの時、設置された。明治22年、市制、町村制が施行され、同年5月1日、東京市が成立。麹町区、神田区は、東京市の区となった。昭和18年7月1日、 東京府と東京市が廃止されて、新たに東京都が置かれ、上記2区を含む35区は、東京都直轄の区となった。昭和22年3月15日、前述の通り、これら2区が合併して、千代田区となった。高島地区と神田区は、大正12年の関東大震災で大被害を受けた。 震災復興後の区画整理に伴い、昭和3年から昭和13年にかけて、両区の大部分の地域で町名の統合整理が実施された。これにより、明治時代初期に存在した旧町名の多くが廃止され、町名が引き継がれたものについても、間違いが従前とは大きく変わったものが多い。一例として、麹町区の旧一番町は、 現行町名では3番町となっており、現行町名の1番町は、町名整理以前の上に番町及び5番町である。八重洲は、現行町名では、東京駅東側の中央区の町名であるが、1929年までは、東京駅西側の町名であった。関東大震災以前の旧町名は、江戸時代以来の名称を引き継ぐものも多かったが、 明治時代初期に新たに起立した町名もあった。屋敷、町大地、寺下土前といった旧幕府時代の伝統を引き継ぐ小規模な町は明治2年前後に数か町が合併されて新たな町名を付した例が多い。また明治5年には武家地、寺社地などそれまで町名のなかった土地に新たに町名を付した。こうした町名設置は 主に戸籍整備上の必要性から実施されたものである。千代田区域には住居表示未整備の地域が多い。ただし、前述の通り、1929年から1938年にかけて、麹島地区のほぼ全域と神田区の大部分において、町名整理が行われている。神田地区では、神田川以北の区域全部と、神田駅以東の一部に、 町名整理未実施地区が残っていたが、残存していた。旧町名の一部は、昭和39年から昭和41年にかけての、住居表示実施によって廃止された。旧高島地区の新旧、町名対象図震災復興前後明治11年の、高島地区成立時の町長数は79であった。その後明治22年の市政町村制施行時までに、成立。 廃止された町名は以下の通りである。以上の変更により町長,長数は差し引き75となった。下表には下七名二章を含む77町長を収録している。関東大震災後の区画整理に伴い昭和時代初期に変更された町名については下表の震災復興後町名の欄に記載した。以下は 東京市政施工時の工事町区の町名一覧である。神田区の町名以下は、明治22年の市政町村政施工時点の神田区の町名一覧である。明治11年の区成立時の町町数は127であった。翌明治12年に神田と島町1から3町目の町名が廃止されたが、その後は昭和初期まで町町数の変更はなかった。 下表には、貸地名九章を含む134町長を収録している。上記のほか草界の変更に伴い、神田区の町に編入された区域として、下記のものがある。1923年の関東大震災からの復興に際し、東京市では、各地で区画整理と町名改正が実施された。これに伴い、新たな町名、町会が設定され、 多くの旧町名が廃止された。千代田区の前身である麹島地区と神田区においても昭和時代初期に震災復興に伴う大幅な町名改正が実施されている。その後、1962年に住居表示に関する法律が施行され、同法に基づく住居表示の実施によって千代田区の町名は再度変更されている。 旧麹町区の区域では1966年から住居表示整備が開始されたが2011年現在一部に住居表示未実施地区が残っている以下は旧麹町区の区域の住居表示実施直前の町名と現行町名の対象表である1965年の時点で存在していた町名は大部分が昭和時代初期震災復興による 町名改正に伴って新設された町名である。神田区には江戸期から明治初期にかけて成立した多数の町があったが、震災復興後の区画整理に伴って昭和8から10年に実施された町名改正により古い町名の多くが消滅した。この時、神田川井かつ山手線異性の区域においては全域で町名改正が実施され、 旧来の町名町会が残るのは、神田川以北と神田駅東側の区域のみとなった。区内の町町数は、明治11年の区成立時には127を数えたが、上記の町名改正後は84町町に減っている。加寺町、小川町、須田町などは町名としては残ったが、町名改正時に、近隣の小規模な町を合併して、町域を広げている。 千代田区となった後の昭和39から49年には、旧神田区の一部の地域において、住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施され、町名が変更された。旧神田区の区域では1964年から住居表示整備が開始されたが、2011年現在、一部に住居表示未実施地区が残っている。千代田区の住居表示実施率は、 面積ベースで74%であり、住居表示未実施の地区が多い。ただし、住居表示未実施地区のうちには、前述のように、昭和初期の段階で、町名地盤整理済みの部分も多い。旧神田区の区域で、古い町名町会が残るのは、神田駅東側、秋葉原駅東側などのごく一部のみである。以下は、 旧神田区の区域の住居表示実施直前の町名と現行町名の対象表である。1963年の時点で存在していた町名である。これらの町名には神田区成立当初からのものと昭和時代初期震災復興による町名改正に伴って新設されたものが混在している。昭和時代初期震災復興による 町明改正に伴って新設された町明は、当初は、神田を干渉していなかったが、1947年の神田区廃止、千代田区成立以後は、神田を干渉している。なお、神田猿学長、神田一橋などは住居表示実施時に、再度、神田の干渉を省いている。以下は、昭和時代初期の町明改正の対象害となった、町明で、 1963年時点で存続していたものである。このうち印を付したものは2011年現在存続している町名、無印は1964年以降の住居表示実施で廃止された町名である。以下は千代田区の現行町名である。住居表示実施済地区については当該住居表示実施直前の旧町名を記載した。 旧町名の後に、と中期したもの以外は、当該旧町域の一部である。千代田区と、中央区の境界には一部未定部分がある。当該境界未定部分の高速道路下の商店、等の住所は便宜上、中央区、銀座町名地先、中央区銀座西等と表示されている。ありがとうございます。